はい、皆さんこんにちは。今回も大物のプロ野球選手です。広沢克己選手。広沢克己さんは、読売ジャイアンツと阪神タイガースの両球団で4番打者を務めた唯一の選手ということで、その唯一の選手がどうであったのか確認したいと思います。1962年昭和37年4月10日生まれ、昭和58年6月29日の官報に載っています。拡大します。民族名サイさんですね。広沢克己さんという松山克己さんという2つの爪がありまして、昭和37年4月10日生まれ、昭和37年4月10日生まれということで、広沢克己さん、通名と生年月日一致っておりまして、聞かされておりますことが確認できました。